皆さんこんにちは、マンダルウルビシです。では今回は、ゲレンデバーアクシズの脅威 V、ハマーアクシズ編続きをプレイしていきたいと思います。前回は、サイド5を、エウゴから奪い取りましたので、今回サイド2、サイド6と続けて、攻略を行っていきたいと思います。サイド2攻略作戦を開始する。まあ、こうやって見るとやっぱりハマー綺麗ですよね。ちょうど今若き彗星の肖像っていう漫画、これは、ゼータのちょっと前を描いた作品になってるんですけども、この中でもね、ハーマーンと、あとはまあシャア中心に物語が進行していて、すごく面白くてですね、今読みふけてます。その中では、あと、アポリーとロベルトが、まあそれぞれ、アンディとリガルドだったっていうね、本名が、恥ずかしながら初めてそこで知ったんですけども、まだまだ僕も知らないガンダムのことがいっぱいあるんだな、と、改めて、まあ、気づいたところもあるので、まあ、興味ある方いらっしゃったら、ぜひですね、若き彗星の肖像、手に取られてみてはどうかなと思います。では、まずは、一つ目の頃にですね、ここに攻略作戦を仕掛けていきましょう。サイド2、アクシズ軍28、英語軍26。相変わらず英語軍の部隊数多いですね。サイド5で80機からなる英語軍の大部隊を撃破したんですが、まだこのサイド2にこんだけの数展開する余力を残しているというのが、まあ、この、英語軍の、まあ、ある意味真の恐ろしさと言ってもいいのかなと思うんですけど、強敵ですね。ただこちらもモビルスーツの開発を進めてまして、新たに戦列に加わってくれているのがリゲルグ。あとはドライ戦なんかも加わってますので、これらをうまく使ってですね、敵部隊と交戦していきましょう。確実に敵を葬り去って、ここでも勝利を飾っていきたいと思います。では、モビルスーツ隊の展開終わりました。ここから攻撃仕掛けていきます。まあ、やっぱり主力はキュベレーだったり、あとはバウですね。それに新しく生産したドライ戦。これらを使って一気に、まあ、互角の部隊数ではありますけども、押し切っていきたいと思います。まあ、損害が本当にできるだけ少なく、どこまでダメージを受けずに、あるいはユニットの消耗をせずに進められるかっていうのがね、この先、続く戦いの中で重要になってくると思うので、まあ、ダメージをね、どれだけ与えられるかっていうのを考えて、無駄がないように戦っていきたいと思います。順調に来てますね。一気に攻め込んでまーす。味方は損害なくここまで来てますね。はい。サイド2の攻略完了です。まあ、苦戦という感じはなかったですね。主力部隊を集めただけのことはあります。では、サイド6ですね。初めて敵、エウゴよりも多い部隊数を送り込めそうです。まあ、ここもハーマーンを中心としたキュビレー使っていきたいと思います。敵の数は少ない上に、モビルスーツのアップデートもなさそうなので、ここは楽勝できるかもしれないですね。しっかり戦っていきましょう。部隊、詰めていきます。3方向から攻め込んだんですけども、キュベレーが早速敵の中心部にたどり着きましたね。これは干渉できるムードがいよいよ持って漂ってきたので、一気に中心部の敵を叩いて、残りは格好撃破というふうに持っていきたいと思います。できればここも損害はね、本当に少なくしてですね、この後想定される地球侵攻作戦、これに備えたいので、できるだけダメージを受けないように、ユニットの完全破壊はされないようにっていうのを念頭にプレイしていきたいと思います。そういう意味では今までのところは順調に来てるかなと思いますね。とにかくキブレイを突っ込ませるっていうのが、このハマン編の多分肝ポイントだと思うので、これを忠実にやっていきます。ここで、ブライトのアガマが撃破です。限界だな。全速でこの区域から撤退する。残りの敵の数ももうだいぶ少ないので、
このままサイド6攻略していきまーす。最後のリックディアス撃破して、これでサイド6も悪質のものになりました。損害は出てないですね。順調に来てます。敵特別エリアの制圧に成功しました。報告します。コロニーの制圧が完了したことにより、いよいよ地球降下作戦来ましたね。地球降下作戦実行が可能になりました。地球降下作戦を提案します。はい。では、この地球降下作戦は次回プレイしていくこととしたいと思います。サイコガンダムマーク2も完成しましたね。宇宙の守りにサイコガンダムマーク2使っていきましょう。では、今回はここまでさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。